皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土パフォーマンスです。やってまいりました、週刊フェアリディ Z を作る、今回の続きをお伝えいたします。前回オールペンどんな感じで進めていきますよっていうお話をさせていただいたんですけど、今回はパーツが全部揃ったみたいなんで、ちょっとそれを見ていきたいと思います。こんな感じで改めて見ると外装ほぼ丸々交換になるみたいです。この辺がニスモのリアバンパーで、国産なんでペイント済みがパーツで出るみたいです。なんで今回オールペンなんで全く関係ない、意味がないんですけど、一応白でパーツが取ってあるみたいです。で、僕結構知らなかったんですけど、純正って結構こうざっくりというか、そんなにめちゃめちゃ追い込んだ塗装ではなかったんですね。この辺が結構こうプレスラインからも全然ずれちゃってたりとか、まあ、塗装もめちゃめちゃ段差ありますし、やっぱりこの辺はこうアフターで板金工場で塗るのとやっぱり純正パーツとの違いがあるのかな。ただ塗装面はやっぱり純正めちゃめちゃ綺麗ですね。もちろんゴミとかチリとか入ってないですし、この辺はかなりしっかりしてるなって印象です。でもちろんそのもうフィッティング出す必要もないんで、まあ、その辺は純正さすがだなって感じですよね。だから本当にこういう塗り分けとか、あとはこの段差のフィニッシュとか、あとよく見るとこういうところとかも若干こう塗り分けが少し歪んじゃってんのかなっていう。でこの辺はボンドボディで多分塗装一回足付けしてもう一回塗り直す感じになると思って、この辺も期待していいですよね。はい大丈夫です、しっかり仕上がると思います。であとはもうリアバンパーごっそり交換なんですけど、ウイングも今ついてるものじゃなくてニスモの大型のものにこちらに交換されるみたいです。結構この後ろもこんな感じで取り付け方法が全く違うみたいなんで、ちょっとこの辺は簡単につくものじゃないみたいなんですけど、この辺も取り付けられます。でこの辺も一回多分バラさないとですよね、多分そうですね。ここが2ピースになってるんで、多分これ外して塗ってっていう感じになるんじゃないかと。あとサイドスカート、これサイドスカートも丸々交換なんですね。この辺もちょっと塗り分けされてて、このプレスラインから下がガンメタに、だちょっとこの辺もボンドボディのいつものそのエアロ取り付けを見ちゃってると、ちょっと塗り分けプレスラインが少し甘いなっていう気がするんで、多分この辺もしっかりやってくれると思います。あとフロントバンパー、これは今ちょうど2台映ってますでしょうか、純正バンパーとニスモバンパー、これだいぶ印象が変わる気がします。やっぱりこうよりレーシーにアグレッシブな感じになりますね。そしてこの辺も同様に塗り分けが施されてて、フロントに関しては一応このヒゲの部分が別パーツで、これもさすが純正かなり綺麗に塗ってありますよね。しかも肌もかなり綺麗、ちゃんと塗った後研いでる感じです。こんな感じ であとホースメントだったりもこちらありますけど、この辺も全部新規で交換しちゃいます。であとこれに合わせて78ワークスかなのエアロも追加されるみたいです。でこれ僕初めてちょっと恥ずかしながら物見たんですけど、だいぶ物いいですね。結構こう袋になってない、ただのこう見えるところだけカーボンで作ってるエアロなんても多いですけど、これの場合ちゃんと袋になって閉じてるんで、まあウェットではあるんですけど割と強度もあるし、かなりしっかりした感じです。でファイバーの厚みもかなりあるんで、1センチじゃないですけど多分5ミリぐらいあるんで、かなり強度的にはしっかり使えるものじゃないかなと思います。であとはですね、こちら今回これエアロの取り付け、まあ、あとオールペン含めいろんなとこばらすんで、とにかく純正パーツを全部取ったそうです。はい分解するところでのネジとかも全部取ったそうです。だからもうほぼレストはしないけどレストに近いですよね。もう細かいのも全部、この辺のネジとかも全部新しくなるみたいです。であとはこの辺、これがあれですかね、ナンバー灯の多分内側のパーツだと思います。この辺とか細かいプラスチックのパーツとか、まずは結構そのプラスチックのクリップとか受けとかってこういうのとかって結構割れちゃうんで、まあ、かなりこうリフレッシュできるっていうのはいいんじゃないでしょうか。はい、であとこちら実際作業が今進んでて、まあ、バラしの前にリアのゲートのワイパーの穴埋めを今やってるみたいな、ちょっと見てみたいと思います。でもう早速ワイパーが取り外されてこんな感じで穴が開いております。あれこれ島…あ、びっくりした。はい、こんな感じで穴が開いております。で裏側も同様にこんな感じで、ここにワイパーのメカがついてたって感じですよね。
でこれを埋めていくと。ただこれ埋めるっていうと簡単なんですけど、これが大変なんですよね。調べたらなんとこれリアゲートがアルミっていうことで、普通はこう鉄板をこの形に切って溶接してなんていうのが定番の穴埋めなんですけど、ちょっとアルミだと歪んじゃうんで、それがおそらく難しいだろうと。かといってこう蓋するのもちょっとスペース的にかなり厳しいと。裏側も同サイズぐらいしかないんで、なんでちょっとこの辺は加工のプロ、うちのボンドボディの智也さんの腕の見せ所かなと。映っときますか。NG マークは出ております。はい、社長がでも出ていいって言ってました。はい、ただもう数々のもう輸入エアロのちょっとフィッティングんっていうのももう着地させてきた男智也さんなんで、この辺もしっかりやってくれると思います。で僕知らなかったんですけど、 Z って結構アルミ多用してて、ゲートもそうだしフードもそうだしドアもアルミなんですよ。だ事故すると結構大変ですよね。ですよね。板金アルミだとできなくはないんですけど、かなりのこう技術と費用かかっちゃうんで、おそらく多分みんな交換になるんじゃないかなっていう、そんな豆知識です。というわけでこれから本格的に多分バンパー取り外したりだとか、まあ、あとはボールペンなんで最初に言ってた通りこのゲート外したりだったとか、そういう作業がこれから進んでいくんだと思います。接着剤だから使うの、接着してこの辺を。本当だからゲートがあれば一番いいんだよ。穴ないやつですか。あ、違う違う違う、なんか今中古でも何でもいいんだけど、はあ、全く同じアルミの、あー、それが一番いいんだけど。なるほど、同じ厚さの同じ素材のアルミで埋めれば本当はいいんだよ、歪んだりしないから。いいんだけど、はあ、まあ、そういうわけでもない。買いますか、じゃあ。ゲート、確かにそうっすよね。厚みもだって違うし、アルミって一言で言ってもアルミニウムだけじゃないじゃないですか、アルミ合金じゃないですか。だから物によって全然混ざってるものが違うから、確かにそのやっぱアルミって柔らかいから、はあ、入れるときに薄いのって入れられないから、溶接した瞬間に溶けちゃうんですよね。そう、はあ、そういうのもいろいろあるから、でそう考えるとだからごっつくなって余計硬くなっちゃうから、となるとだペラペラのまあ、数々の穴を埋めてきた男智也さんがベストな方法で多分埋めてくれるんだと思います。はい、お楽しみにということで。 One week later. もうだいぶパーツを全部バラバラにして作業が進んでおります。もう全部ヘッドライトもバンパーもインナーフェンダーも全部取り外して、これからまあボディの方は全部足付けして色を塗り替える準備をするみたいです。でフェンダーも当初外す予定だったみたいなんですけど、あのボルト止めプラス発泡ウレタンでなんか隙間が全部埋まってるんですね。でそれを取っちゃうとちょっと再現できないのと、まあ、あとちょっとその風切り音とか出ちゃうとこれ収集つかなくなっちゃうんで、まあ、今回はちょっとまあ同色系のペイントということで、まあ、ギリギリまで分解して、まあ、濡れそうということでフェンダーは今回取り外さないでこのままちょっと足付けして塗るみたいです。ただ他のところはもう全部バラして、サイドスカートなんかも全部外して、でドアに関してはもうガラスも内側も全部取って、ここも全部取って、やっぱりオールペイントってどこまで手間をかけるかでやっぱりクオリティ変わってくるんで、もう本当に純正でえそんな色あったんですかっていうコンディションを目指して塗ってるんで、まあ、そんな感じで全部この辺のガラスもこれ取ったあり、あこれ取った後ありますね、この辺のガラスも全部取り外しました。でルーフのこれも外して、でリアゲートはもう外して塗装の前段階に行ってるみたいです。で肝心のそのワイパーの穴に関してはボンドボディの方のブログの方でもどんな感じで埋めたのかっていうの出てますんで、もしよかったらそっちも見てみてください。そしてリアバンパーはこんな感じでこっそり外れております。そして皆さんご注目ください、こちら Z、 こっちにも Z、 何の意味があるのか分かりません。これで明日から Z 乗り周りにどやれますね、はい、そしてリアナンバー34全部かな、こうなってんの皆さんご存知でしょうか。なんと純正でこうしゃくり上げられるんですね、はい、これ本当はここクリップが止まっててこうパチってなるようになってるんですけど、これってリア板例えば交換したりだとか、あと自己修理するときなんかにこういちいち封印外さなくていいようにこうナンバーしゃくり上げてこうバンパーがスポッて取れるように実はなってたりします。ただ今回の車はあのナンバーの枠があったんでそれが使えなかったんで結局全部取って外したみたいです。
ただナンバーがついてないそのままつけてる方であればビザーナンバーがこうしゃくり上げてバンパー交換ができるっていうそんな豆知識があったりします。であとはもうとにかく全部外してるんでこれからいよいよ塗装に入るっていう感じです。あとマフラーの方はこれちょっとまだ触ってないんですけど、まあ、バンパーに合わせて延長される予定ですので、まあ、もっと出てくるのかなっていう感じです。さあこちらが取り外したリアゲートです。こんな感じでワイパーの穴はしっかり埋められております。もうサフェサ吹いて塗装の前段階ですね。もう穴がどこにあったかわからないぐらいの状態にはなってると思います。そして裏側も今回かなり綺麗に仕上げてあって、まあ、普段見えないところではあるんですけどこう加工感モリモリだとやっぱりちょっとかっこ悪いんでこんな感じで本当に言われないとわからないぐらいのレベルで穴が塞がっております。まあ、詳しいこの工程はちょっとぜひブログを見てみてください。そしてこのリアパネル先ほど申し上げました通りアルミなんでめっちゃ軽いという、はい、危ないんでやめておきます。はい、こんなリアパネルがくっついております。ちょっと今あの動画カメラ回すと急に喋んなくなる智也さんが、はい、今ちょっと教えてくれたんですけどこれなんとサフェが入ってないらしいです。すごくないですかこれ。結局そのパネルをもうきっちりもうピッタピタにであとはそのパネルくっつけるその接着剤ときっちりもうその穴の形にもうぴったり合うパネルで埋めてるそうです。で結局これパテで大きな隙間とかあとはそのへこんでるところとか埋めちゃうとパテ痩せていつかこう穴が分かりやすくなっちゃうんでもう極力パテを使わないっていうのはもう定番なんですけどこれに関してはもう全く使ってないそうです。でもちろんそのサフェンサーに関してはいつもより多く拭いてるらしいんですけどもうパテなしでこれを埋めてるみたいです。で他にもそのボンネットのバッチ埋めたりとかもできるんですよね。はい、なのでちょっとこの後々差が出てくるこんな加工がされているそうです。それじゃあ続きは作業動画をご覧ください。というわけでボンドチャンネルチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。これ真ん中を二重にしてます。それなんでかっていうとこれここの純正の穴がちっちゃくて貼るときにセンターが出るかどうかわからないから真ん中で位置決まるようにしてます。